こちとら先を急いでんのによ。おめえらのせいで治るまでにえらい時間食っちまったさ。ベドが壊さなければ済んだことでしょ。大体あの黒装束のせいだ。オートメールの請求書叩きつけてやる。あの二人にはよく言っとくから勘弁してよ。娘の方はランファン、G の方がフー。うちに代々仕える一族さ、よろしくな。付き人が二人もいるなんて、もしかしてリンって結構いい家の坊ちゃん？そういえば二人の姿が見えないけど。ハボック少尉。いよ、大佐に様子見てこいって言われてよ。どうだ調子は。かんばしくありませんね。早く仕事に戻りたいですよ。よう、タバコのあんちゃん、毎度どうも。大佐の方はあれからどうです？書類と格闘してるみたいだけど、俺は手出しできねえからわかんねえや。実際私はいつまでここにいればいいんですか？もう10日もこもりっぱなしでどうにかなりそうですよ。せめて先行き明るい話でもあれば耐えられるんですけどね。先行き明るい話か。一つあるぜ。俺に彼女ができた。こっちに引っ越してきて、いろいろ困ってた時に優しくしてくれてさ、もうめっちゃいい女。なあ、その女切ったら楽しそうか？なあなあ。もう帰ってください。いたか。余計なお世話かもしれませんが、無理しないでお休みになられては。いかん、軍議まで時間がないな。また来るよ。今のマスタング大佐？おはようシェスカ。なんで大佐がここにいるんだ？はぁ、書庫が空いてる。関係者以外に解放してはダメじゃないか。すみません、すみません、すみません。首でしょうか？どうせ大佐にご利用しされたんだろう。黙っておいてあげるよ。何を調べに来たんだろうね。シェスカは知ってるかい？私も詳しくは知らないんですけど、中央刑務所の死刑者リスト、軍上層部で起こった過去の事件例と国家錬金術師の事件例を調べているようです。あとは第五研究所に関する書類はないかと聞かれました。それとヒューズ准将の事件、あまりに必死な様子でしたので、その書庫を。あのヒューズ准将の殺害には軍支給の拳銃と同じ口径の弾が使われていたんですよね。ここの軍人の中に犯人がいるんでしょうか？あん
なに思いやりのある人が、どうして、怖い。大丈夫だよ。君には何の関係もない。さ、今日も仕事が山積みだ。よろしく頼むよ。おはようシェスカ。あれ？どうも。怪我したのか？南で少しやりましてな。何？かすり傷です。そうそう、エルリック兄弟に会いましたぞ。南方司令部に査定に来ておりました。そうか。まだまだ軍の犬をやる気だな。鋼のも、もうじき16だったか。元の体に戻るのが先か、人間兵器として戦場に駆り出されるのが先か。あのような場所に少年を放り込むというのですか。鋼の錬金術師は、人間兵器として使われるかもしれないリスクを覚悟して、この世界に飛び込んできている。大人も子供も例外は認められない。建前ですな。誰もそんな世界は望んでおりません。軍人でありながら君はこの軍事国家を否定するのか？否定はしません。ただ我が輩のこの力は、この国の弱き人民を守る力でありたいのです。あの内乱を経て、この国は変わらねばならぬところへ来ているのではないでしょうか。そしてそれができるのは、戦場の痛みを知り、かつ冷静に上を目指せる人物です。マスタング大佐。何の話だね。少し喋りすぎましたな。お先に。少佐、兄弟にヒューズの死は知らせたのか？いえ、言い出せませんでした。いつかは知らされることだぞ。第五研究所と賢者の石。石の材料は生きた人間。世話好きなあいつの性格だ。エルリック兄弟が調べていたことに首を突っ込んで、知らなくてもいいことを知ってしまった。違うか？自分たちに関わりを持ったせいでヒューズが死んだと知れば、兄弟が傷つくか。人がいいな、君は。随分お調べになりましたな。もう一息だ。気をつけてください。どこで誰が聞いているかもわかりませんので。ああ。マスタング大佐がヒューズのことを嗅ぎ回ってる？最近になってから急に動き出したみたいだよ。何か決定的な情報を掴んだのかしら。結構近いところまで知ってそうだよ。どうする？監視するなら目の届くところにと思ってセントラルに移したけど、失敗だったかしら。おとなしくしててくれないかしらね。大事な人柱候補なんだから。そっちの情報網からは何も聞き出せてないの？全然。天然なのか槍手なのか、いまいちつかみどころがないわね。今日あたり、また情報収集してみるわ。行くわよ、グラトニー。ねえ、ラスト。
炎の大佐がおとなしくしてればいいんだよね。その情報網の他にもう一つ手を打っとく気ない？何かあるの？うるさい犬には餌を与えてあげなくちゃ。マリア・ロス少尉、憲兵司令部のヘンリー・ダグラスだ。は、私に何か？我々と一緒に来てもらう、ジュオ。マリア、どういうことか説明していただけますか？マース・ヒューズ殺害事件の重要参考人として君の名が挙がっている。そんなバカな。弁解は後で聞く。来たまえ、抵抗するなよ。手加減はせんぞ。持ちこたえて。了解。了解。了解。
やれ。もう何やってんのよ。どけ。了解。行くわよ、シャオメイ。了解。どけ。で殺すだけだ。持ちこたえて。下がってください。手加減はせんぞ。私は私の意志で引き金を引くの。よし、やれ。了解。面白い。
消え。おばちゃん、この花包んでくれ。リボンつけて。あらま、デートかい、この色男。えへへへ。一歩おまけしといてやるよ。お、ソラリス。遅れてごめん。待った？いい、今来たところ。会いたかったわ、ジャン。また面白い話を聞かせてね。音だ。体の底に響く。